そして飛んで11節ですね、をお読みさせていただきたいと思います。詩編の16編の、8節、そして11節です。私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので私は揺るぐことがない。11節、あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びの道、あなたの右には楽しみが常しえにあります。では一言お願いします。天のお父様、ありがとうございます。2020年の1月1日、この新しい年の出発の時に兄弟姉妹たちと共に集まり、この礼拝の時を待たせていただきありがとうございます。今お分かちされました御言葉、またメッセージの上にありがとうございます。どうぞ引き続き主ご自身がこの時を祝し導いてくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前を通してお願いいたします。はい、できるだけいっぱい後に控えているようなので簡潔に話せるように思います。今開かせていただいたところは花巻の、教会に与えられた、言葉であります。で、まあ、なんていうか心強い感じですよね。私はいつも私の前に主を置いたっていうのはですね、主がいつも神様が私の前を行ってくださる、また神様の前に行かないようにですね、いつも神様のにちゃんと後をついていくようにということですね。でいつも意識してですね、いるということであります。でまた主は私の右におられるというです、ね、これはもう、この方が助けてくださる、また伴ってくださるということですね。で私は緩むことがないです、ね、まあ緩むことがいっぱいあるのかなとか思ったりもするんですけれども、でもどんな状況でも緩むことがないというふうに、この言葉で約束されています。でこの、言っているこの歌った作者というのはダビデですね。このイスラエルの、最初2番目の王様でありますけれども、このダビデの、時から1000年経ってイエス様が誕生されるんですが、イエス様はダビデの子孫として誕生されました。でこのことはですね、実は今ちょっと言いましたね、ペンテコステの聖霊様が下られた時、この使徒の働きの2章でもですね、ペテロが、弟子たちはですね、イエス様が天に昇られて10日間ずっと祈るわけですけれども、そして約束の聖霊が、下ったという、与えられたということですね。でそこでメッセージを語るんですが、その時に開いた、御言葉の一つであります。でどうしてこのことを言うのかなというふうに改めてこう思ったんですけれども、でもダビデはこの方についてこう言っていますと言ってですね、使徒の働き印象を見ると全く同じ言葉が書かれているんですね。これはイエス様が、まあ、十字架にかかって死なられるんですけれども、その後ですね復活されるわけですね。でその十字架の技っていうのも、まあ、大変なことであり、人類のこの罪を背負うっていうですね、大変なことなんですけれども、しかしながらその先にあるやっぱり神様の計画、救いっていうことですね、そのためにこの私が用いられると。で、そして必ず、そのままね、死者死んだ者の中に捨ておかずとこうあるんですね、これは復活を言ってるんですね。で、この最後にはですね、常しえにこの喜びと楽しみがあると、満ちているというこの言葉があります。で、まあ、牧師もちょっとご自分のことを言ってたので私もちらっと思い出したんですけれども、伝道師としてですね、10年間ぐらいずっとやってる中でですね、自分は向かないなと思ったんですね。教会のお仕事やるのには向かないなって、でこれもうやめた方がいいじゃないかなって思ってたんですね。その中で初めてイスラエルに行くっていうことが、導かれたんですね。でそしたらですね、一緒に行った人の牧師さん一人がですね、牧師っていいですよって言ってくるんですね。なんでそんなこと言うんだろうと思ってですね、私もちょっとムカッとこう来ちゃったんですね。で行く直前もですね、イスラエルどうかなと思う中でですね、そのちょうど特別集会で来てたその、まあ、パウロ秋元牧師ですけれども、イスラエルっていうことをね、
もし導かれたら行きたいと思うとこ行ったんですけども、そしたらですね、牧師にならないんですかってねまた言われたんですね。えっと思ったんですね。とんでもないですですね、もう教会の奉仕者自体も無理だと思って、あのやめようってね思ってたんですけども、牧師なんて何を言ってんですかって感じだったんですね。でその中でイスラエルに行くときに、この途中の飛行機でですね、雑誌をペラペラと見てたらですね、あのすごいオーロラの写真がバーンとあってですね、ここに行き、あのカナダだったかどっか行けばこれが見れるってあってですね、はー素晴らしいなと思ってですね、で前々からオーロラ見たい見たいと思ってたわけですね。で、その雑誌を見てですね、牧師とか講師者とかやってるとね、オーロラなんて一生見れませんよとかって思ったんですでみんなこう寝静まってて、こうオーロラかーってね、まあ一応教会の子だしね、あの手伝いぐらいはするから、オーロラなんてって思ってたんですね。そしてみあのこう見てたらですね、シュワデスさんがタカタカタカってきてですね、あのやってきてですね、私一人起きてたわけですね。で今オーロラ出てますよって言ったんです。えと思ってですね、で窓を開けたらですね、オーロラが浮いてたわけですね。おーって感じでですね、皆さんオーロラですよつってですね、みんな起こして、でまあドーンっていうよりはふわふわふわっとですけれども、でも確かにオーロラだったんですね。でそっからですね、ちょっと考え方が変わったんです。なんか神様に仕える人生とかね、教会の奉仕者でやっていくっていうのは、なんかあの自分のあれを犠牲にして、なんかつつましく貧しく譲っていくもんだと思ってたんですけども、そしたらですね、なんか違うっていうことがね、あのちらっとこう思ったんですね。でそれからあの、まあ、語られて、イスラエル行ってる間にですね、やっぱりこの牧師としてっていうことが導かれて、でそれから、まあ、1ヶ月2ヶ月かかってですね、あの、決心して、まあ、そして、やらせていただくということが、まあ、段階的に導かれたんですね。でまたそこからもう15年十数年経ってきてるんですけれども、なんかだん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 ですね、神様って面白い方だなって思うんですね。あのなんていうかね、あの私の好きなことをよく知ってるんですね。喜ぶことをすっごく知ってるわけですね。で、まあ、今年なんかもあの馬ぶどうの実を見つけるとかですね、いろんな実を見つけて取るとかですね、あれの自分が好きだと思わなかったんですけれども、まず地域集会とか選挙に行くところであっちこっちでこう見つけるわけですね。でそれを取って、そして皆さんにお配りしてとかってやるんですけど、それがすごい楽しいわけですね。なんか神様面白いなってこう思うわけですね。で今年のあじゃなもう去年になりましたけども、それにはあのゴスペルであの賛美をやりましたけども、実はこの賛美、人の前で歌うっていうのがですね、もうネックでですね、あの実は何百回と人の前で歌ってるんですよ。でもあの最初中学生の最初の中3の時に合唱のなんか大会で、まあ、歌ってですね、その時は良かったんですけども、それからなんか意識しちゃってですね、あの必ず閉じる、必ず緊張して、必ずもう上がっちゃってダメっていうだったんで、それがもう何十年とか続いてるわけですね。でもう歌はやだと思ってもですね、あの進学生時代の時もあちこちでこう地域回って歌うんですけども、必ずあの緊張してダメなんですね。でこの教会ではゴスペルクラスとかってですね、もうとにかくあの後ろでバックで口パクみたいな感じで歌ってたのがですね、メンバーがだんだん変わってきちゃってですね、あなたがあの、メインに歌いなさいっていうことになった時はもう勘弁してって感じでですね、あのちょっとね、もう毎回練習の度ごとにやめたいって思ってですね、でもその中で神様は作り変えてってくださってですね、意識も変わってってですね、でこの間の時には初めてあの緊張っていうのから解かれてですね、これはもう宣教だって、ね、でまた神様を讃えてるんだって感じですね、であの歌うことができたんですね。
て、ふっと気がついたら、あ、私こんなに歌えるようになってるってですね、上手い下手はともかくとしてですね、人前で歌うっていうことにもね、解放された、この年になってですね、こういうことが起こるもんだなって、ね、で神様に仕えていく道って、なんか辛いとか大変かと思って、なんか考えてたらですね、そうでもなくて、実は素晴らしいね、やっぱりその人その人にしか、ないっていう、その喜びとかですね、楽しみっていうのをちゃんと分かってですね、で神様はこの守ってくださるとともに、喜んでこの神様とともに歩み、また喜んでこの仕えていくですね、この霊っていうのを与えてくださるんだなっていうことを、まあ、知らされております。これはリバイバル の御言葉でもあるということで、まず他の人たちに伝える前に、自分がやっぱりですね、神様の愛をしっかり知って、でこの神様にこの信頼するっていうこと、そしてこのイエス様の歩みに従っていくっていうことでね、のその本当の祝福っていうことで、ね、やっぱり目が開かれないと伝えられないのかなということを、まあ、思っております。そういう中でこの御言葉に出会い、今年はですね、これは私だけでなくて、この教会全体が、まあね、本当にこの言葉をいただいて歩むのかなというふうに思っております。でその昨年の暮れ、クリスマスの礼拝の後ですね、久しぶりに来た姉妹が東京に住んでるんですけども、私に言ってくれたんですね、実は私がんが見つかったんですね。で、胃がんが初期なんですけども見つかったってですね、これから治療に入りますって言ってですね、って感じですね。で彼女は皆さんに行ってお祈りしていた、してお祈りしていただいていいですかって言ったら、いいですって言ってくださったんですけども、まあでも早期で見つかって感謝してますですね。でこれからいろいろな検査して、手術を受けようとしています。でもこんな初期で見つかったというのは、本当に神様が助けてくださったというふうに信じていますってですね、すごく信仰的にお話ししておられました。でお祈りさせていただいた時ですね、本当神様のこのご計画があることを信じますってですね、癒してくださいってですね、でこの姉妹を、神様あなたは愛しておられることを知っています、感謝しますって言った時ですね、彼女は泣き出した。ああそっかってですね、であんまりいろいろこういう表情を出さない方なんですけども、神様が私を愛してくださってるっていうことにすごくこうなんか、なんか語られたんだなと思ってですね、それを信じてこれからですね、この手術に臨むっていうことを、言われております。でまあ、いろんなね、揺るがせてくることはいろいろありますけれども、でも主にあって大丈夫、ね、でこれ守られるだけではなくてですね、そこに神の技、祝福が表されていくということですね、このやっぱり捉えてですね、この歩ませていただけなきゃなというふうに思っております。はい、では今日はこれで以上にさせていただきたいと思います。天のお父様、ありがとうございます。この花巻の教会もこの盛岡の皆さんに覚えていただいて、お祈りいただいて、新しい年をまた踏み出せることをありがとうございます。感謝いたします。イエス様の名前によってお願いします。はい、聖書を開かせていただきます。ヨハネの福音書12章、ヨハネの福音書12章26節、ヨハネの福音書12章26節、ではお読みしたいと思います。私に仕えるというのなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいるべきです。
もし私に仕えるなら父はその人に報いてくださいます。まあ、これが、この年の御言葉かなというふうに思っていますけれど、実は私は仕えるというのはすごく苦手というか、人に従うというのは本当に苦手でして、まあ、去年も子ども会のクリスマス会があったんですけれど、で6年生がその司会とかいろんなのをやるんですね。でも6年生もいろんなシナリオを忘れてきたりとかしていまして、これじゃあもう大変だなと思いまして、で私も出しゃばりなところがあるので、いろんなアドバイスとかしていましたら、雪乃さんがその会長なんですね、子ども会の会長なんですけど、お母さん邪魔、あっち行ってってステージの上でこうやって2人でやり合ってたんですけど100人の前で2人でやり合ってましたけれどまあそんな感じで、なかなかうまく黒子になって使えるのがすごく苦手なものなんですけれど、と私に使えるというのなら、その人は私についてきなさいというふうにイエス様はおっしゃってくださって、まあ、なんて言うんでしょうか、面白いですね。イエス様は後ろに控えてなさいとかそういうことは言ってないんですよね。使えるなら私のいるところにいなさいっていうふうにおっしゃってくださっているので、まあ私は苦手なんですけど、イエス様のいるところにいて、まあ出しゃばりな時もありますし、いろんな失敗をする時もあるけれど、とにかくイエス様についのいるところはどこか、イエス様が行きなさいというところはどこか、とイエス様がいるところにいつも一緒にいることができる人にまずはなりたいというふうに、そこからイエス様はもしかしたらこういうふうに使えるんだよというふうに、使えるというのはこういう姿ですよということを教えてくださるんじゃないかと思いますけれど、本当にこのイエス様のいるところに私もいつも一緒にいられるようにということを今年は思って歩んでいきたいと思います。以上です。明けましておめでとうございます。新年2020年のまあこういうことを言うとまた昔のことを思い出したんだと言われるかもしれませんが、私やっぱり日本人としてずっとこう暦もやっぱり日めくりも毎日カレンダーをめくってですね、幼少の頃から過ごしてきました。特に私が仕事をするようになってからもそういう生活をずっとしてきまして、長野先生に言われた古希になるまで創造の神様は私に聖書の学びも一切することなくさせることなく、ましてや熊野神社の神官の末裔なんて言って
祝詞をあげて般若心経をやってた。それで真言宗の僧侶の資格まで、在籍僧侶ですけど、なんかこう自分としてはわけのわからない、その古希になってから、人間って死んだらどこ行くんだろう、天国や地獄っていうのはあるんだろうか、ずっとですね、日蓮宗の館長から学者からですね、学者坊主からそういう人だってずっと聞いてたんですけども、オールはなせ無無無、この返事です。長野先生おっしゃったように、古希になってからですね、聖書の神様突然私にサウロからパウロに改心をした、あの聖霊をですね、私に振りかけられて、一発で私はクリスチャンになっちゃった。それからの人生は本当に目まぐるしいほど時間の経つのは早い。あっと気がついたらもう2020年オリンピックの年になりました。この前には昭和39年に東京オリンピックがありましたから、あの時は私は若手の板前としていた、新橋の藤井っていうお店を再建するために若い人連れて乗り込んでって、それでテレビで例のあのバレーボールの東洋の魔女のあれをお客さんと見ながら、それもビール飲んだり酒飲んだりしてですね、一緒に楽しんでたわけです。それが今年はやっとこちらの私がいつも尊敬しておりますベニヤミン中野先生の俺よが聖戦キリスト教会のこの教会でこんな風にしてメッセージができるなんてことは夢のまた夢でございます。先日はメッセージをさせていただいたときに、オーストラリアに行ってオーストラリアの教会にミスターローズさんのご家庭の方と一緒に土曜日礼拝をした、その思い出の話をしましたが、これも私の人生の中ではようやくお正月にきちんと教会で皆様方と天のお父様の礼拝ができるというようになったということで、本当に毎日感謝をいたしております。一言天のお父様にお礼を申し上げる意味でお祈りをしたいと思います。全能の御力をもって世界を創造なさった神、その偉大な御力のゆえにあなたを褒めたたえます。あなたは深い海の底にも、氷に閉ざされた北極にも南極にも、何万光年先の宇宙の果てにまでもおられます。
全宇宙ですら棚心の上にある箱庭のように自由に支配なさる神はなんと恐れ多い神様ではないでしょうか。全てをご存知の神を思うとき、かつての私は恐怖にとらわれました。私は懲らしめられると思ったからです。しかし今は違います。主よ、あなたは子と息子も優しく迎えるような父のようなお方です。私は今日も十字架の上でイエス・キリストを心の王座にお迎えいたします。私は今日も十字架上のイエス・キリストを心の王座にお迎えします。十字架から流れ落ちる血によって私は清くされました。そして私は心を高くして高く上げてあなたの御前に立たせていただきます。私がいかに罪深いものでも、またどんなに惨めな状況においてもあなたは私の味方です。私は自分が霊的な存在であることを知りませんでした。しかし聖書によって私のうちに霊のあることを知りました。その私の霊の中にあなたは聖霊を送り満たして、私の体を聖霊の宿る神殿にしてくださいました。私は今日も光の子、神の子供として生きていきます。ああ主よ、私と共に天は喜び、地は踊ります。山々も森も小川も歓声を上げます。大地の創造者、すべてを支配しすべてをご存知である唯一の神、主は栄光が限りなくありますように。尊い尊い主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。先日少しメッセージをさせていただきました。この今の祈りの言葉の中にありますように、神様っていうのはいつも変化を求めていらっしゃるんじゃないかなっていうふうに感じます。そしてそれは何か、私たちの中にいらっしゃる、そして臨在を確信する聖霊にいつも命令されています。そして私が右へ行こうと思った時には、ああそっち行ってもいいよ、今度左へ行こうと思ったらそっちへ行っちゃダメだ、きちっとどんな時間であっても私に注意をしていただきます。昨日実は私の下の息子がかみさん連れて正月に来てくれました。そしてまずその奥さんの敦子は帝京大学のチーフ看護婦といいますか、いわゆる昔の府長さんですね。その間にですね、大学行ってたんですよ。びっくりしました。昨日初めて聞きました。そしてお父さん本当に去年なんとかクリアできた、でその先どうするんだ聞きましたら、いや大学院があるんだけどどうしようかと思って迷ってる。ところがうちの息子も嫁さんもですね、もう45過ぎてますんで、おそらくまあ奇跡があれば別ですけど孫は見られないでしょうね、おそらく。であるならば
まあ、敦子って言うんですけども、あっちゃん大学に行け、人間は死ぬまで学んでいることが一番幸せだ、俺を見てみろ、こんな年がでも毎日朝何やってると思う、聖書開いて宮廷ディボーションやってんだよ。いや、それ見て聞いてびっくりした。学ぶということは年じゃないんだ、関係ないんだよ。若い頃は もちろん学問的な勉強しなければいけない。しかし大人になって社会人になって、そして自分の仕事をクリアするように努力するようになったら、自分の心を豊かにするように学ぶことを考えなさい。ところで聖書読んでるかい？聞いたんですよ、うん、そうしたらその嫁がですね、お父さんのところに聖書の余ってるのはないっていうのが、いや余ってるのはないよって、聖書だって高いんだよって、ね、それに最近はいわゆるバイリンガルというか、その英語のあれと両方ついてるのをこうネットで一生懸命それをこうアプリを入れて、それで勉強してるんだよ。だからね、それを勉強するようになったらね、それで僕オーストラリアのことを思い出したんだかもしれませんね。英語の聖句の方が直接的にはっきり分かるんですよね、意味が。これ不思議なんですけども、日本 あの聖書の御言葉があまり難しく書かれているんじゃないかなっていうことはちらっと感じたことはございます。まあ、これはあの作られたのは天の神様ですから、そんなこと言ったらお前何言ってんだって偉そうに言うんじゃない、ね、私が話をしてるんだから、ね、黙って学べと言われると思います。ただしそんなことでですね、重いのがいいのか軽いのがいいのか、いやできるだけ軽いのがいい、いやこっちの小さいのはね、俺はいつも教会持ってって非常にあの軽いから いつも座右に置いてるんだよ。ということでここにある中型のこれをゲットされましたゲットされましたけども、まあ彼女はいわゆるナイチンゲールの看護婦のですね、あれで聖書の勉強をしてるんですよね。ですからあのまあ覚えたら早いでしょうね。そんなことでですね、いつも道枝先生から言われている伝道は難しい、伝道は難しいっていうその中に家族からまず伝道をしなければっていう、そんなですね、今朝のさっきの朝のお餅をいただいた時の嫁さんとの会話でございます。天のお父様に本当に感謝をいたします。私にこういうふうなことをあの息子の嫁にですね、そんなことが言えるようになったっていうことを、その心を開いていただいたということは本当に感謝をいたしております。そんなことでこの聖戦キリスト教会がますますと信者も増え、そしてベニヤミン先生がいつまでも元気で、私たちを指導していただけるように、感謝してお祈りをいたします。アメン。ありがとうございました。
で、これ何して帰れるって思ったシェイクを食べて、心の準備がなかったんですけど、マタイの、18章4節ということで、パッと開いたらここが目に入ったんで、ここを読ませていただきます。自分を低くしてこの子供のようになる人が天の国で一番偉いのだ。私がクリスチャンになったのは16年、もう少し前ですね。ここに職場の仲間とまで、研修に来られた方、うん、いろんな先生とかに、連れられてここに来て、で、それからしばらくしてクリスチャンの洗礼を受けたんですけど、キリスト教みたいなの初めて出会ったと言ったらおかしいけど、キリスト教会に行ったのはその以前は1回だけで、なんか学生の頃にですね、電車で下宿してた時に電車で近くの駅に行って、行くから家に帰ろうとしたら連れ込まれてですね、なんかやってたんですけど、全然心にも見せてないし、なんか歌をこうタンバリンなんか叩いて歌ったけど、っていうのは覚えてるんですけど、それ以来全然、全然そう関心もなかったし、だったんですけど。それ京都？京都っていうのはちょっと大阪府の寝屋川というところで下宿してたんで、なんていうか、人が、罪を、のこと、罪を、どんな時に罪を犯すか、いろんな原因があると思うんですけど、一つは恐れとかですね、そういうのが、罪を起こす原因だと思うんですけど、一つは高ぶりといいますか、思い上がりといいますか、自分が何か偉いんだというか、自分の行動で、思いで何か行ってしまった時が、私の場合は結構、失敗したりとか、人を傷つけたりとか、いろんなことしたと思います。特にクリスチャンになる前の自分をですね、クリスチャンになってから振り返ってみますと、なんか思い上がってばっかりだったような、ことが、思い出されたりします。クリスチャンになってからも、なんていうか、思い上がると聞くと、こう、なんか思い上がったりとかして、失敗したりとかすることも、たくさんありましたので、やっぱり、キリスト教の、一つの、いいところが、こういう思い出、神様というのがいて、人間が一番偉いんじゃないんだと、自分自身もそうですし、自分が例えば尊敬してるとかね、誰かを尊敬してますけど、その人も同じ人間で、失敗も犯すこともあるかもありませんし、その人の言うことが間違っていることもあると思いますので、自分も含めてですけど、人も含めて、人間というのの見方が変わったと言いますか、そういうのが一緒になって、人生観といいますか、世界観というか変わった点だと思います。なので、これからも毎日、とあるごとにですね、やはりしないように、過ごしていきたいと思っています。じゃあ、お願いしていきます。天の上の私たちの様、私たちは日々その思い上がって、つい、自分の考えだけで、いろんなことを思って考えたり、行ったりしますが、どうか、あなたを、この世界の
作り主であります、宇宙の作り主であります、あなたの、御言葉を、心に、いつも思い起こしながら、自分の一人勝手な、考えで、行動したりしないように、どうかこれからもお守りください。このことをイエス・キリストの名にとお祈り申し上げます。アーメン。アーメン。もう一回だ。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。僕も何を言っていいかな。こういうプログラムだったっていうのは知らなくて。先生がお話をしてそれで1年のまた何ですか言葉かなんかを紹介してお茶を飲んで帰りたいと思ってたんでちょっと困りました、ね、まあ今年の成果去年結局私出さなくて浮かばなかったそういうのもあったりしてよくわからないんですけども今日賛美の時に歌った「リビング・プレイス」の賛美で詩編の46編からの賛美なんじゃないかなって思ったんですけれども神は我らの避けどころ、また力、苦しむときそこにある強き助けっていう一節ですけれども、ここからの賛美で、これ実は私、昨日の、デボーションの箇所でした。で、これ、とても有名な賛美歌があるんですマルチン・ルターが作曲したあそこの、箇所なんですねそれですごくこう読んだ時に感動したっていうんですねとっても感動したんですね何が感動したか分かんないんですけれどもすごく感動してですねでその、打った賛美歌を調べたらばインマヌエル賛美歌がありました38だからよくあるんですけどなんと神は我が宿だというやつですねでそれすごく賛美してとても恵まれましたで心の中でこういうものをこう読んだり触れたりしてそれで感動するとか涙が出るとかっていうのはやっぱり心の中に聖霊様が宿ってる証拠なんじゃないかなと思って思いましたちょっと何言ってるか分かんないんでそれ以上ですねすいません作詞だったんですね作詞だったか、作曲だったかハレリア、ありがとうございます突然、思いつきというと、はい、我々姉妹は腰を痛めてます旦那さんだと思ったら姉妹の方だと思ってなんでんですけど、まず私もいつも祈ってるんですねお姉さんも、ご本人も、旦那さんの法則なんか何だか、はい、覚えていただきたいと思います。韓国は今日はね、昔私が働いた草加、おばあちゃんの実家に奥さんと一緒に出かけたということです。はい、
会の中に誘い込まれた、それが最初であった。初めて聞きました、ね、はい、この間今日だから司会の時いつも今もお祈りされましたけど、うん、私の中に残ってる祈りがあるんですけど、それから私を守ってくださいとかね、その中で私があるものを偶像にしたら、その私が偶像にしたものをそれを打ち砕いてくださいっていうこの祈りをね、今日なんかしてたのでね、私もそれを忘れないんですけどね、私が自分をこれを偶像にしたものを打ち砕いてください、私たちはいろんなものを自分の偶像にしちゃう、神様じゃなくて自分の偶像にしちゃうっていうところがありますけど、ね、それを打ち砕いてくれっていう祈りを今日なんか祈ってますからね、えらい祈りするなと思ってね、いました。ということで、はい、サビ歌を歌って、はい、そしてまた早速まして正式とされて、ひとまず終わりたいと思います。感謝しております。それでは、OK、リビングの75番、はい、ちょっと言った75、ただ一つの願い、はい、支援にありますね、ダビデの唯一の願い、これを歌っています。それでは、父なる神の愛、聖霊なる神の親しい御交わり、今井にあります愛する兄弟姉妹たちと共に今も後もよよ限りなくありますよ。アメン。はい。